伊豆沢本の、社長、はい、沢本です。失礼します。それと営業の営業部スーパー営業部ありがとうございます。の平泉さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。銀座サーモンさんって言って、なんかね、その記事の名前がついてるわけではなく、はい、昔でいうラシャ屋さん。そうですね、はい、そうですね、あの記事屋さんでいろんなところから、まあ、買われてらっしゃるっていうことだと思うんですけれども、はい、100年以上前からやってらっしゃるんですよね。そうですね、はい、私の曽祖父、はい、ひいじいさんが1892年に、はい、創業いたしまして、はい、今年で128年になります、はい、4代目。私は4代目です。4代目ですね、はい、あの大きく、マーチャント、いわゆる私どもと一緒の生地問屋が、はい、イギリス、はい、イタリアにありまして、はい、イギリスですとフォーランド・シェリーですとか、はいはいはい、それからダグデール・ブラザーズですとか、はい、イタリアです と、チェルピーですとか、はいはい、あと今、工場とちょっと愛の子みたいですけど、プロビアですとか、大きな有名なところでそういうところから、はい、あとは私ども独自で、最近、オーストリアの方にあります、ライヒットフリードという、はい、ローデンクロスという昔の作業員なんかに使われてた、基地ですとか、あとアイルランド、アイルランド、はい、ドニゴールツイードを扱っているモロイ&サンズという小さな工場なんですけれども、そういったところの商材も取り扱っています、はい。最近の傾向として、一時期あのイタリア生地の、まあ、柔らかい、はい、なんかトロッとしたんですね、あのもう何十年も続きましたよね、はい、そしたら最近トロトロっとしてたものがサクッとくる。ああ、そうですね、何て表現したらいいのか。昨今のトレンド、まあ、ちょっと前のトレンドですと、はい、あのスーツもやっぱり着心地を皆さん重視されるので、はい、生地はライトウェイト、軽いの軽いのって言ってたところから、はい、やっぱりこう、まあ、軽すぎると仕立てがしにくいっていう縫製屋さんの話ですとか、 あと着た時の出来上がりの仕立て映えがあまりしないというところで、はい、伝統的な国調のちょっと先ほどダンサーもおっしゃった重たいウェイトのものにすると比較的来た時に、まあ、カチッと見えるというところで、もう一度そっちの、見え方を意識する方がちょっと増えてきているというところと、肌触りでいくとちょっとサラッとというか、まあ、シャリッとというか、はい、そういったようなものが比較的多く出てると思います、はい、そちらの方が生地も長持ちするんでしょうね。そうですね、はい、型崩れもやっぱりしづらいので、非常にこう何て言うんでしょう、まあ、着用回数を増やしても、その同じ例えばイタリアの生地とかに比べると、まあ劣化っていうと言葉が悪いんですけども、目に見えてやっぱりその差は出てきますね。あのやっぱり我々そのお直し屋さんが、まあ、なんせ本業で、はい、あのやってますけれども、例えばそのお父様とかおじ様から受け継いだ若い、はい、とかがお直しとか持ってこられたりとかするんですけれども、はいはい、20年前のものですとか30年前のもの普通にお持ちになられて、40年前50年前のものたまに来ちゃうんですよ。すごいですね、でも特にそんなに傷んでなくて、いやもう本当に着てたんですかっていうような、